はい、皆さんこんにちは、ラッチマンです。さて、人というのはですね、人生の3分の1ですね、これをもう睡眠に費やしております。つまりは3分の1はですね、ベッドの上あるいは布団の中で過ごしているわけです。なのでこだわってる人はですね、枕とか、寝具、そしてベッドをね、こだわって、ね、睡眠の質を上げようとかしてるわけなんですけども、それ以外にですね、残り2の部分ですね、これが皆さんにとっての人生、起きてる時間でございます。ここはご飯を食べたりとか仕事に行ったりとか勉強したりとか遊んだりすることでございます。で、その2の部分で非常に多くの割合を占めているものって何だと思います？わかんないでしょ？ほとんどの人がですね、この2の部分でコントローラーを握ってるんですよ。これ過言ではないです。1日の中でほぼここをですね、ここです、コントローラーを握ってる時間が一番長いんです。はい、わかりますか？よく思い浮かべてください。確かに朝起きたらコントローラー握ってますよね。ご飯という時も大体握ってますよね。お風呂入る時も握ってます。握りっぱなしなんですよ、皆さん、コントローラーをね。大事なことです。だからコントローラーにはやっぱこだわっていきたいっていうのがあるんですけども、ただね、今までいろんなコントローラー出ておりますけれどもね、これは純正品でやっぱりいいものでございますし、一般的に使うものである。で、代わり種のコントローラーを今回紹介しようと思ったんですけども、あまりにもね、あまりにも代わり種っていうのはね、特殊なものよりも、一般的なんだけれども、こんな変なコントローラーがあったよっていうのを今回ちょっとね、いくつかご紹介していきたいかなと思っております。ガチマン V。 はい、じゃあ早速一つ目のコントローラーを紹介していきましょう。一つ目はこちらでございます。ザン。はい、ご存知、大人気ですね、ファイナルファンタジー10-2ですね、10-2の同時に発売されました、両手のね、10型コントローラーのタイニービーでございます。結構知らない人もいるかもしれないですけど、先にですね、ファイナルファンタジー10-2の説明をすると、大人気作であるファイナルファンタジー10の続編ですね。ということで、前回ヒロインだったユーナちゃんですね、清楚で可憐なユーナちゃんが召喚師ではなく今度ガンナーですね、弾けた感じでガンナーで活躍する作品でございます。で、そのユーナちゃんが使ってる銃がそのままね、コントローラーとして採用されてるんですけども、この10-2がまたこれすごい作品で、ちょっと多分知ってる人もいるし知らない人もいると思うので、軽く10-2の話をしようかと思うんですが、だから前作のヒロインだったユーナちゃんが弾けた感じで10-2をやるんですけども、最初PV が10-2のね発表になった時はもうこれボカンボカンすごかったんですよ、世間が。清楚で可憐だったユーナちゃんが急にですね、マイク歌ってキラキラしながら歌い出すんですよ。リアルな世界ガチマン V。 I can hear you damn ってこんな感じでね、いきなりプロモーションでユーナちゃんが踊るんですよ、あんな清楚で可憐だったの。倖田來未さんのリアルエモーションに合わせて急に歌い出して踊り出して、だから昔当時ですね、私秋葉原のね、大きなビジョンでその初めての CM を見たんですけど、一緒にいた FF ファイナルファンタジーのファンの友達がですね、そのまま膝からガクーンって崩れ落ちるぐらいの勢いですね。いいと思いますよ、私はね、とても可愛かったと思うんですけど、ちょっといろいろ賛否両論あったみたいですね。硬派なイメージだったのが急にゆるふわな感じの RPG になったので、いろいろ賛否両論あったんですけど、とにかくすごい作品だったんですよ。で、この10-2 の、その彼女が使っている10型コントローラー、これが記念として発売されました。で、ちょっとこれね、私お店当時働いてて、これは売ってたんですけども、さすがに中を開けて使ったことはないんですよ。なのでちょっと使用感はわからないんですが、ネットの方のね、なんつうの、レビューかなんか見るとめちゃくちゃ使いづらいそうです。10型コントローラーって聞くので、なんかバンバン打ってさ、なんつうのね、シューティングゲームで使うそのガンコンとかハイパーブラスターとかさ、なんかハイパースコープとかあるじゃないですか、はい、スペースバズーカとか、スペースバズーカ、それ豪将軍だな、そういうのがあるんだけど、10-2は別に RPG なんですよ、普通の RPG です。だからコマンドをしてこう戦うとかね、なので狙いをつけるわけじゃないらしいんですよね。あれはあくまでその銃の形をしてるだけであって、これね、ここに十字キーとアナログスティックがついてて、あとこのボタンを押すらしいですね。めっちゃ押しにくいそうです。使ってる人の感じだと。だから見た目は楽しんで、操作はちょっと使いづらいよということで発売された作品らしいです。はい、タイニービーですね。
まあこれはコントローもそうですけど、ゲームもすごい作品でしたね。今これ多分手に入れようとすると結構ね、なかなか手に入らない高額の商品かもしれないんで、今持ってる方はこれ大事にした方がいいかもしれないです。幻に残る商品です。でもちろんこれは堀製品です。じゃあ次行きましょう。ガチマン V。 さあ続いていきましょう。続いてはこちらのコントローラーです。ドン。はい、銃の次は刀ですね。はい、これは鬼武者と同時に発売されましたコントローラーですね。内刀型コントローラー、明智こしらえだったかな。銃の次は刀が来ましたね。はい、あのまだ鬼武者の話をすると、鬼武者っていうのはカプコンさんが出てるシリーズでございまして、まあ、昔はね空前絶後のバッサリ感、和風バイオハザードなんていうふうに言われておりまして、まあ、主人公明智様之助が、ね、その刀を使ってね、もうバッサバッサと敵妖怪を切り倒していくゲームなんですよ。で、まあ、パッケージ、これ今回3のやつなんですけど、パッケージを見ていただいて分かるように明智様之助のモデルが俳優の金城武さんですね、が採用されてます。で、声なんかも金城さんが演じてるんですけども、これは 3作目なんですが、1作目の鬼武者が発売した時にですね、結構これ話題になりまして、金城さんすごいもう素晴らしい、俳優さんなんだけど、ちょっと明智様之助の、まあ、アテレコがいけてないっていうので、ちょっとすごく話題になったんですよ。まあ、最初の冒頭でですね、お姫様の雪姫さんがね、触られる時に雪姫待て雪姫って、もうとてちょっとまあちょっとなんだこれっていう当時はね話題になったんですけども、でこの間リマスターかなんかでね、さらにアテレコを取り直したらしいんですけど、あんまり変わってなかったってことでまた少し有名になりましたけども、ちょっとその辺が話題になりました当時で。その中で、この3まで出てですね、あとその後も派生作品出たのかな、ちょっと私もあんま詳しくないんですけど、ごめんなさい、3までしかやったことないので、出まして、ここの時に、満を持して出たのがコントローラーがこちらでございます。はい、内側ですね、明智こしらえ。なんかこれ私もこれもやっぱりね、私売ってはいたんです。結構大きかったんですね。大きいやつなんですけど、売ってはいたんですけど、中身はちょっと使ったことはなかったんですけど、これもネットでやっぱ調べてみると、使い心地としては非常に悪いものらしいですね。変なところにコントローラーがついてて、で、なんか、振ると、えいって振ると、一応、攻撃になるらしいです。で主人公が刀を振るらしいですね。なんか、要は、なんだっけ、コントローラーの四角ボタンかなんかですね、に対応するらしくて、振れば一応攻撃するらしいですね。振ってこっちで動かすみたいな感じですね。振って動かすみたいな、まあだからその切ってる感覚を味わえるというので、まあバーチャルリアリティだったのかもしれないです。まあ私の経験上ですね、振って戦うゲームっていうのはですね、過去には Wii リモコンを振って戦うあれですね、ゼルダの伝説のトワイライトプリンセスだっけ、トワプリでございます。あれがですね、Wii の最初のゼルダということで、リンクの攻撃が Wii リモコンを振るタイプだったんですけど、最初楽しいんですけど、途中からまどろっこしくなってくると、ここいらが、なんか首のここいらが痛くなるんですよ。えいって振ってると、やっぱボタンがいいなってなっちゃうので、ちょっとね、振るのはね、最初は楽しいんだけど、あんまりいけてない感じですね。だからあんまり使ってる人いなかったと思います。はい、これももちろん堀製品でございます。次行きましょう。ガチマン V。 さあ続いてやっていきましょう。なんかさ、この間も言ってたけど、なんかガチマン息上がるの早くないっていう風にやっぱりちょっと言われてたんですけど、動画って実はさ、何回もリテイクしてるのね。同じセリフを納得いくまで喋ってるんだけど、実はここまでもう2時間かかってます。今そうですね、10時から始めて今もうお昼になっちゃうので、もう2時間同じことやってます。多分これジャーってやると多分5分ぐらいになっちゃうのかな。はぁ、息も切れますわ。まあそれでいきましょう。続いてはこちらでございます。はい、ドン。これがまた伝説ですよ。すごいんですよこれ。鉄器ですね。知ってる方は知ってる、箱がこんなでかいんですよね。こんな箱がでかいわけです。とんでもなくでかい箱の XBOX のゲームでございまして、まあレバーですね、コックピットのレバーがついてて、フットペダルがついてる。で、こう座った感じでこうロボットを操縦するゲームなんですけども、まあ、すごいんでね、まあ、とにかく箱はでかいし、値段も2万円ぐらいするゲームで、とにかくリアル。ボタンが40個以上あるんだったっけな。っていうゲームで、操作もすごく激ムズっていうので、当時有名になった作品で、私もこれはプレイしました。実際私も持っててプレイしたんですけど、つか、まあ、友達が私ん家に置いてって、そのまま置きっぱなしにしてたんだけど、いらないからあげるっていうの。
ちょっとやらせてもらったんですけどね、これがねまたすごいリアルなんですよ。あの始まってゲームがスタートすると主人公がですね、その、まあ、敵の攻撃を受ける。でその時に慌てて敵機に乗り込むんですよ。今だ今だと、まあ、ガンダムのねアムロが乗ると一緒ですよ。で敵が、その倉庫を壊してくるんですよ、どんどんガンガンガンって。で早く動かさなきゃいけないんだけど、まずエンジンかかってないんですよ、これ。敵機エンジンかかってないんですよ、主人公。だからマニュアルパラパラパラしながらどうやって動かすんだって。で、エンジンのかけ方なんだけど、なんかインジケーターがビヨーンっていくつか動いてて、それが全部あのレッドゾーンとか一番いいゾーンで来た瞬間にこうキーを回すんでね。あ、スイッチだったかな、ちょっとごめんなさい、ちょっとおかしいんですけど、とりあえずエンジンをかけなきゃいけないんですよ。だからなかなかかかんないの。もう敵が目の前に来て壁が壊れそうなのに、かかってくるよ、動いてよ動いてよって、今動かなきゃダメなんだって言いながら、もうこう一緒にエンジンかけてかけて、でかかったら今度動かし方が分かんない、どうやって動かすんだって、マニュアル開いてここかって、でここ、このボタンかって押すと、あのワイパーがブイーンとかねなるんですよ。ワイパーじゃないっていうの、武器はどこなんだっていうのをやりながら、こうガチャガチャして、もうその最初の敵を倒すみたいな感じ。もう男の子のロマンが全て詰まってる。何にも分かんない状態からその運命にね導かれるようにロボットに乗って、ああ、まあ、相手を倒すシチュエーションからスタートします。もうこれ聞いただけ欲しくなったでしょね。もうちょっと今手に入るかどうか分かんないけど、まあ、XBOX のゲームで敵機ですね。とにかくいろんなボタンがあって、ただワイパーのボタンとかもついてるんですよ。でこれの面白いところの一つとしては、これね死んだらゲームオーバーですね。そりゃそうか。あの敵機が破壊されて、そのまま脱出しないとセーブデータが消える仕組みになってます。だからなステージが進んでロボットがいろいろ変わってたとしても、あの最後まで粘って脱出しないとセーブデータが消えちゃうんです。だから死ぬダメだと思ったらパカッて緊急脱出ボタンを押すんですよ。でそこを押すとドゥシュッとね、ロボットからまあ脱出してセーブデータは助かるわけです。だからあと少しでクリアできる、あと少しあと少しで死ぬと全てが水の泡、まあ、死んだらおしまいってことですね。そういったリアル感も遊べるというね、敵機、これ素晴らしいものでございました。でこの余談なんですけども、この敵機発売日がですね、大雨だったんです。私ちょうどその時まだお店で働いてたんですけど、大雨の中ちょっと発売しまして、で大雨の日ってやっぱりゲーム屋さんってそんなに人来ないんですよ、どちらも雨降ってるんだからね。ただ一人ですね、自転車で来たお客さんも来てですね、自転車で来てカッパ来てね、で敵機を敵機を買ったんですよ、欲しかったらしくて敵機を買ったんですけど、ちょっと土砂降りなんですね。で箱ほら一応だけどさ、段ボールなわけだよね。で雨びちょびちょになったらどうなるか分かんないから、え、これ今持って帰るんですか、お客さんも車ですか、ただ自転車でとか言うから、カゴにも入らないし、雨べちゃべちゃ降ってるしで、仕方ないので一生懸命ゴミ袋を巻いてさ、こうでっかいからね、何重にもゴミ袋を巻いて、こうガムテープでぐるぐる巻きにして、お客さんのそのなんつうの、自転車の荷台にもこうやってくくりつけてですね、あ、びちゃびちゃになりながら私も気をつけて帰ってくださいって検討を祈りますってお客さんもじゃあな戦場で会おうぜみたいな感じだったんですけど、まあそんな感じで鉄器をですね、発売日は大雨だったんでね、非常に印象に残っております。これねやりたいね、やりたいけども自分のワイプを映しながらやったらこれいいかもしれない、まあ、これ言うと多分ね流行っちゃうんじゃないかな、 YouTube でこの鉄器の実況流行っちゃうんじゃないかなと思いますけど、もし流行ったら私がパイオニアってことにしておきましょう。はい、ということでこの今回の鉄器までございました。これはメーカーカプコン製ですね。これカプコン製鉄器カプコン製ですね。死亡フラグしか感じないですね。じゃあ次行きましょう。ガッチマンブ、だいぶ息が上がってきたね。なかなかね、こう動かすよりもずっと喋るが一番辛いかもしれないね。まあ次行きましょうか。はい、続きましてはこちらでございます。ドーン、はい、キーボードコントローラーですね。これは任天堂ゲームキューブのコントローラーでございます。あのファンタシースターオンライン、今ではね2が今も全然絶賛やっておりますが、ファンタシースターオンラインのゲームキューブ版ですねの発売、エピソード2と発売と同時に出されたコントローラーでございます。もともとファンタシースターオンラインはですね、ドリームキャストで、まあ、人気を博したオンラインゲームなんですけども、それが、まあ、満を持してゲームキューブでエピソード2が発売になりました。で発売当初ですね、ドリームキャストの場合はドリームキャストのキーボードがあったので、まあ、ゲームをしながらね、今はボイスチャットが主流ですけど、当時はゲームをしながら戦いながらこうカタ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 っとね
あのキーボードを打ってたんですよ。これでチャットしたんですよ。なんとかちょうだいとか、何々してっていうのをやりながらこう、だから左手で、このキャラクターを走って逃げながら、ただ戦闘中もね、こっちで打ってるんですよ。パカパカパカと。だから、まあ、チャットはできたんです。戦闘中でもチャットが可能だったんです。で、ゲームキューブ、エピソード2になったわけですけども、まあ、ゲームキューブにキーボードなかったんですね。まだそういうソフトがな、ものがなかった。で、満を持してそのアスキーが出したのが、キーボードコントローラーと。画期的であると。なんと、キーボードコントローラーがセットになってる。これで、あの、まどろっこしい2個つなげる必要がないってことで、これは画期的だってことで発売されたんですけど、まあ、これがね、使いづらいんだわ。さっきも言ったようにですね、こういうふうに持って、まあ、こう広い幅広いというか、こういうふうに持ってゲームするんだけども、あの前見てさっき言ったようにキャラクターを動かしながらチャットするときはこっちの手を離してキーボードを打つんですね。重たいんですよ。クソ長いせいで重たいんですよ。手がプル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 って言いながらカタ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 と、めっちゃ重たい。だって本来だったら結局下に置いてね、こっちでプレイして、だ膝に置いてやればいいんだろうけど、そうするとやっぱちょっと肩も凝ってくるね。一番いいのがこのコントローラーでやって、チャットするときだけ下で打つのがいい。だこの構造はちょっとね、良くない合わせ物だったのね。まあ、結果的にどうしたかというと、これ通行にさせるんですよ。だから、このキーボードは地面に置いて、もう一個違うコントローラーさせて、こっちのキューブのコントローラーでゲームして、下のこのキーボードの部分だけ使うという使い方をほとんどの方はしておりました。なんで合わせちゃったんだろうね。とにかく、重たかったです。まあ軽い素材ではできてるんだけど、長物はね来ますよ。ここに来ますね。はい、なんでこんななっちゃったんだろうね。アスキーさんのコントローラーでございました。ファンタジースターオーラ2エピソード2、今2もね絶賛PC とかで遊べますんで、興味ある方はファンタジースターオンライン2も遊んでみてください。じゃあ次行きましょう。はい、続きましてですね、続きやっていくのはこちらでございます。ドーンドーンドーン、はい、使えてきましたね。はい、スーパーロボット大戦専用コントローラーでございます。はい、左手のコントローラーですね。あのスーパーロボット大戦、まあいろんなロボットが一度に会する夢の、なんつうのドリームマッチと言いましょうか。まあいろんな作品が出てくるね、素晴らしいシミュレーションゲームなんですけども、まあこれ基本シミュレーションゲームなのでアクションゲームではないから、じっくりとねこう腰を据えて遊ぶゲームです。なので左手だけでね操作できて、右手はお菓子を送ったりとかジュースを飲めたりすると非常に楽なんです。そのためにやっぱね作られた作品なんですけど、これのいいところ一つあるんですよ。すごい、そうですね、この上の方にあるボタンなんですけど、よく注目していただくと、スタートとかセレクトとかオプションではなくリセットボタンがあるんですよね。コントローラーにリセットボタンがあります。こんなところにリセットボタンがあったら間違えて押してしまってダメじゃないって思うんですけど、これね、スパロボの場合はね、リセット必要なんですわ。なんでかっていうとね、あのスーパーロボット再戦は、あのこちらのターンね、ターン制のバトルで、こちらのターンで攻撃指示を出して相手に攻撃するときに、相手の回避率とこちらの命中率がね、こううまくこう掛け算してですね、うまく掛け算して、命中率が決まるんです。だからこちらの攻撃が、100% なら 100% だと、まあ、50% だったら 50% の確率で避けられるっていうのがあるんですね。で、どういう時に使うかというと、まあ、これ私の経験談ですけども、まあ、後半ですね、敵が強くなってきて、例えば、敵のキュベレに乗るハマンカーンが出てきてですね、ハマン様のキュベレ回避率高いっす。はい、でこちらはですね、対するこちらはこのターンでハマンを落とさないと反撃を受けてしまって誰かがやられてしまう。でその時に自分のターンで動けるのがダンクーガしかいないと、でダンクーガはやっぱりですね、命中率ちょっと低いんですよ、やっぱりスーパーロボットなんでね。まあ、必中という精神コマンドを使えばいいんだけど、まあ、必中が使えない、もうね、気合い使いすぎちゃったせいで使えない、精神コマンドない時だから、どうしてもこのターンでダンクー効果圏をハマンカーンに当てたい時にリセットが役に立つんですよ。だからダンクー効果圏がハマンに命中率 15% とかあったりするんですね。 20% 20% しか当たらないんだよね、20% しか当たらない。だから行くぜダンク効果圏やってやるぜって言っても大体スカッとスーッてよくなっちゃう。そこでリセットです。はい、
弾空効果源が当たるまでリセット、これが便利なわけですよ。わかります、わかります。いいでしょ、これ画期的です。まあ、間違えておっしゃることもあるんだけど、やっぱこれがあるとないとだと、今までソフトリセットってめんどくさかったね。それがこれ一つでパッとね、すごい、これすごい。まあ、逆にね、敵の攻撃が 5% の攻撃あるんですよ、ね、敵の雑魚の攻撃なんて、大して例えばそのガンダム系のロボットのね主人公だったらまず余計当たんないんですよ、ほぼ 5% とかで、舐めてかかってるとその 5% 当たるんですよね。Cブックあたりがよく当たりますけど、なんか急に避けるかと思ったらそのガーンってバカだとか言って、バカだはこっちだってかね、そういう時にもリセットを使いますと。まあ、ちゃんとセーブしなきゃダメですよ。だからこう画期的なこの能力がね、ただ一つの工夫だけで、まあ、神になると。まああんま使ってる人いないですけど、素晴らしいコントローラーでございました。こちらも堀製品でございます。やってみますね、堀さん。はい、じゃあ次行きましょう。 V、まだまだいっぱいあるんだけど、ちょっと私の息が上がっちゃって、持ちそうもないので、これを最後にしたいと思います。最後はですね、割と記憶に新しいものですね。皆さんも見たことあると思います。触ったことあるかもしれない。むしろ持ってる人がいるかもしれない作品でございます。それはこちらです。ダーン。はい、スライム型コントローラーですね。はい、スライム型。こんな頭のおかしいことをするのは、やはり、堀でございます。はい。スライムのね、まあ、外見っていうか、オブジェクトとしてこう飾ってね。オブジェか。オブジェとして飾っておけるものなんだけど、まあ、ひっくり返すと、コントローラーになるとね。なんでこれ考えたかな。まあ、ひっくり返してコントローラーをこうスライムをこう逆さにしてこうゲームできるらしいんですよ。でちょっと私もこれは使ったことないので、レビューを申し訳ないできないです。まあ、今度購入してみようかなと思うんですけど、まあなんかやっぱりね、まあ、ネットの評判だとめっちゃ使いづらいそうですね。硬いし。なんでこれ作ったかね。まあ、でもスライム型コントローラーということで、まあ、これをスライムを逆さを見ながらですね、スライムのケツを見ながら、まあ、ドラゴンクエストをですね楽しめるということで開発された作品みたいです。まあ、でもこれもそうですね、最初のそのいわゆるその、ね、銃型コントローラー、そして、まあ、刀型コントローラー、まあ、これはもう堀電機、ね、どっちも堀が作ったものですけど、2017年ぐらいのものなのかな、このコントローラーで、多分この刀とかは2004年とか2005年とかの作品なんですけど、まあ、10年経ってもやっぱやってくれてるんですよね、こういうことをね。堀さんは10年経ってもやっぱりちょっと頭のおかしいことをしてくれる。まあ、これは本当叩いるべきです。拍手してるんですけど手がずれてますね。こうか。これもう本当私はもう賛美すべきだと思います。スライムコントローラー。ぜひですね、今でもスイッチ版もあるのかな、これ。うん。よかったらこれ、ドラクエ。これで今のタイミングでこのドラクエコントローラー使ってみていただきたいと思います。非常に使いやすいらしいけど、見た目は超可愛いからね。これいいんじゃないかと思いますので、ぜひこれを皆さん使ってみてください。さあ、ということで、まあ、いくつか紹介してまいりましたが、私の息がだいぶ上がってきたので、この辺にしたいかなと思います。まあ、人生のうちでね、もうコントローラー握ってる時間が長いって言ったのはね、まあ、ちょっと若干、まあ、半分冗談なんですけども、まあ、いろんなコントローラーがある中でね、普通にゲームをするのも当然楽しいです。ね、純正のゲームも楽しいんですけども、例えば、この間、去年の年末の動画ですね、メインチャンネルの方で紹介した、エースコンバット。はい、フライト型のエースコンバット。あれは専用コントローラーですね、あるんですよ。あれでやると非常にね、臨場感ある。コントローラーでももちろん楽しいんだけど、さらに面白く感じるんですよ。だから、まあ、操作感変わるだけで、全くゲーム性って変わってくるんですよね。あるとないだけで全然違います。あと、音ゲーですね、いわゆるビートマニアとかね、昔、今でもあんのかな、流行った音ゲーなんかも、コントローラーでやるよりも、やっぱりこれ、出れる。太鼓の達人も、まあ、コントローラーでもいいんですけど、やっぱ太鼓を叩った方が正しいですよね。だから、まあ、ちょっとお金はかかるんだけど、1個何かこう追加することによって、非常にね、ゲームのまた面白さってのは変わってきますので、こういう付属品専用コントローラーっていうのも皆さんこだわってみてはいかがでしょうかと思います。ぜひね、これを参考に、面白いコントローラーも使ってですね、ぜひぜひレビューなんか、私こんなコントローラーあるよっていうのもまた教えていただいても楽しいと思いますので、ぜひ皆さんからもそういった意見、コメントを欲しいと思います。コメント欲しいって言っちゃったね、今。コメントと高評価と、そしてチャンネル登録が欲しいですね。それは私の願望でございますが。ということで、今回はパワーにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、失礼、おば。おば。